東京都立光明学園病弱教育部門について紹介します。光明学園は肢体不自由教育部門と病弱教育部門からなる世田谷区にある特別支援学校です。では早速授業の様子を見ていきましょう。こちらは理科室です。ちょっと入ってみましょう。こちらの授業のように少人数で個々の課題に応じた学習を進められることが本校の特徴になっています。こちらは情報の授業でプログラミングを勉強しているところです。外部の講師をお招きして専門的な勉強をすることもあります。また本校は芸術分野にも力を入れているんです。こちらは光明ギャラリーと名付けられた本校の児童生徒の作品が飾られているスロープです。時々作品を入れ替えるので鑑賞をすることを私たちも楽しみにしています。またこちらは校舎の紙を使った壁画を作っているところです。外部のデザイナーからご指導をいただいて学園生のみんなで完成させました。校舎の前の道路からも見えるので近くにお越しの際はぜひ見てください。本校には体育館は2つあり、こちらは体育室と呼ばれる小さい運動スペースです。体育室からは中庭に出ることもできます。晴れた日には天然の芝生の上でくつろぐことも楽しいですよ。病弱教育部門は寄宿舎で月曜日から金曜日まで共同生活を行いながら学業を進めるところが大きな特徴です。こちらが居室の一例です。ベッドや机が用意され、学習のためにパソコンの貸し出しも行われています。こちらは寄宿舎の食堂です。朝食と夕食はこちらでみんなで食事をとります。休憩時間にはこのホールでゲームをしたり楽器を弾いたりして楽しむこともできます。ここは近隣にある世田谷区立梅ヶ丘中学校のグラウンドです。現在光明学園にはグラウンドがないため、野球などの広い場所を必要とする授業では梅ヶ丘中学校のグラウンドをお借りして授業を行っています。いかがでしたか？光明学園は現在校舎の工事をしているところです。皆さんとは新校舎でお会いしましょう。